はい、こんばんは。今日はですね、新型コロナ対策における日本の奇跡に世界が注目しているというニュースについてお伝えします。そして動画の後半では日本のマスコミのコロナ報道というものに関しても考えてまいりたいと思います。新型コロナの感染拡大に伴いまして、その防止対策として世界各国では厳しい措置が取られました。感染が急速に拡大する状況下、アメリカや欧州各国ではロックダウン、都市封鎖ですね、といったような措置が取られまして、また PCR 検査においても欧米においては拡充路線が取られました。で、これだけ厳しい措置を行いながらも5月26日時点における世界の新型コロナの感染者数を国別に少し見てまいりますと、日本外務省の海外安全ホームページからですが、アメリカは約165万人、ロシア約35万人、イギリス約26万人、スペイン約23万5千人、イタリア約23万人、ドイツ約17万人、フランス約14万人などとなっています。で、中国はですね、約8万2千人という数字があるんですけれども、中国の場合、皆様もご存知のようにですね、無症状感染者の数を含めていなかったりというようなことがありますので、ちょっと今回記載からは外しております。またブラジルは感染者数約37万人ですけれども、新型コロナに対する対策がちょっと世界とまるで違いますので、今回ブラジルと中国については記載しませんでした。で、こうした状況下、感染者数も死者数も少ないのは日本です。日本は5月26日時点の感染者数はですね、1万6623人とされてますね。で、死亡者数は846人となっています。で、日本はですね、少子高齢化社会ですよね。で、そういう社会であるにもかかわらず、26日付のフランス経済誌レゼコーはですね、日本の死亡率は主要7カ国 G7 で最も低かったと報道しました。この世界的に見るとですね、奇跡ともいえる日本の状況を今世界が注目し報道しています。産経新聞を一部読んでまいりますが、国際ニューステレビフランス24は今月初め、日本の衛生へのこだわりに触れた。幼少時からしつけとしてうがいや手洗いを習慣づけられていると紹介。日本の憲法では個人の自由が守られており、政府は強制措置は取れなかった。自粛要請でも国民は従った。社会的圧力もあったと背景を伝え、外出禁止令で違反者に罰金を課したフランスとの違いを伝えた。イタリア紙コリエレ・デラ・セラ電子版は25日、日本の予防策について、大豆、握手なし、マスク、高い公共心と題した記事を掲載した。日本は世界一の高齢大国で、憲法上厳しい都市封鎖ができないというリスク要因を抱えながら、感染被害を抑制した要因として免疫力を高めるとされる納豆が、食卓に浸透していることに言及。室内で靴を脱いだりマスクを着用したりする習慣が日本人の責任感と相まって成果を生んだとの見方を示した。またですね、アメリカも今回の日本の奇跡を報じています。ワシントンポスト紙は、日本のアプローチは独特で、政府の命令や制裁よりも要請、合意、社会的圧力によって封じ込めたと論評している。その上で、日本社会は大声を上げたり過剰な感情表現や身体接触をしない傾向があり、今後さらにそうした習慣が加速するかもしれないが、それはより安全になるということだとも解説しているということなんですね。つまりアメリカ、イタリア、フランスが日本の新型コロナ対策の成功の理由について、日本の文化的な背景、理由ですね。そして日本国民一人一人の高い公衆衛生意識、そして日本国民の高い公共心と、いうこの3つが背景にあるというふうに分析しているということだと思います。そしてですね、WHO も日本の成功を認めました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、日本の新型コロナウイルスの封じ込めについて成功していると評価する一方で、今後も感染者数を発見するなどの措置を続けていく必要があるという考えを示しました。テドロス事務局長は25日スイスのジュネーブの本部で定例の記者会見を行い、緊急事態宣言が全国で解除された日本の新型コロナウイルスの封じ込めについて、ピーク時は1日700人以上の感染者が確認されたが、今は40人ほどにとどまっているし、死者数も少ない、日本は成功していると述べ評価しました。こうして考えますと、アメリカ、イタリア、フランス、そして WHO という形で日本は成功しているというふうに言及しているわけですから、日本の新型コロナ対策の成功っていうのは
世界的に認められていると言っても過言ではないと思います。安倍総理大臣は25日夕方の記者会見で新型コロナウイルスについて、日本ならではのやり方でわずか1ヶ月半で流行をほぼ収束させることができた。日本モデルの力を示したと述べた。その上で、すべての国民のご協力、ここまで根気よく辛抱してくださった皆様に心より感謝申し上げますと述べた。まさにですね、日本国民一丸となって勝ち得た日本の新型コロナ対策の成功だったと言っていいと思います。で、引き続き新型コロナの感染拡大防止に努め、まあ今言われております第2波への注意をすることも必要だと思いますけれども、こうした日本の成功っていうのは誇っていいことだと思います。こうして日本国民が新型コロナの感染拡大防止に頑張っていた間、日本のマスコミによる、まあ、ある種無意味にですね、危機を煽るような報道が目立っていたなと個人的には思います。特に日本のマスコミによりよく言われていたのは PCR 検査についてでした。で、ここで村中氏、まあ、医師でありジャーナリストであり現在京都大学医学研究科非常勤講師、ベルンハルト野保都熱帯研究所研究員、世界保健機関 WHO 西太平洋地域事務局で鳥インフルエンザ新型インフルエンザ対策に携わった経験を持つ村中氏の寄稿を引用させていただきます。日本の対策で最も特徴的だったのは国民的信仰ともいえる PCR 検査実施件数へのこだわりだ。 SARS を経験した中国や台湾、 MERS を経験した韓国とは異なり、日本の PCR 検査キャパシティは低かった。そのため PCR 検査のキャパシティを上げつつもクラスター感染者集団と重症者への対策を中心に、医師が必要と判断した場合に限って PCR 検査を実施する戦略を取ってきた。当初は1日数百件しか実施されていなかった PCR 検査はピーク時には1日8000件超にまで増え、日本の PCR 検査キャパシティは短期間で大きく向上したといえる。しかしメディアには PCR が足りていないと煽る専門家が多数登場し、検査の必要はないが検査を希望する人たちが医療施設や保健所に殺到、医療現場は逼迫し危うく医療崩壊を起こしかけた。イタリア、アメリカ、スペインなど重症患者が多数出て医療崩壊を起こした国はあったが、 PCR 侵攻による人災とも言うべき医療崩壊が起きかけた国は世界でも日本くらいのものだろう。中略しまして、 PCR 検査が足りていないの代わりに最近よく聞くようになったのが緩みが第2波を引き起こすという煽り文句だ。まあ一つの参考のご意見として重要なポイントをおっしゃっていると思います。ただこの記事について一つだけ僕の方から申し上げたいことがあるといたしますと恐縮ですけれども、日本国民が PCR 検査実施件数にこだわっていたのではなくて、日本の一部マスコミが PCR 検査実施件数にこだわっていたんだと僕は思います。で、この過去数ヶ月間、あるいは今もそうなんですけど、新型コロナの感染拡大防止に努めている日本の状況下にあって、日本のマスコミはすぐに他国と日本という形でこの新型コロナ対策を比較し、特にですね、PCR 検査の検査数が多いことイコール正義のような論理構成をしていたように、個人的にはテレビを見ていて思いました。もちろんですね、PCR 検査に関しましては、そのPCR 検査が必要とされる人に対してすぐに検査を行えるように潤沢な体制を整えるということは重要なことだと思います。しかしそれと同時に考えなければいけない重要なことっていうのは、医療現場をどう守るのかということです。 PCR 検査と医療現場の崩壊を防ぐということは常にセットで考えなければなりません。医療従事者の方々を守るということは新型コロナから自分自身を守ることと同じように重要で大切なことです。日本では憲法や法律の観点からですね、台湾や韓国、フランスなどが行った強制的な措置は取れません。ですのでその時点で日本と他国のコロナ対策っていうのを単純比較することには、まあ、かなり無理があると思います。で、そうした土台をあまり議論せずに PCR 検査数という一つの事象だけに焦点を当て、日本のコロナ対策はあたかも他国と比べ劣っているかのような報道を日本のマスコミはしていたと僕はテレビを見ていて思いました。そしてこうした一つの事象だけにとらわれた視点の狭い報道っていうのは今後改善されるべきなんだと僕は個人的に思います。新型コロナ対策っていうのは常に総合的で包括的な視点から議論されることが望ましいと思います。日本における新型コロナの感染者数の
総数っていうのは確かに PCR 検査数の少なさから、まあ、その全体像を把握するという意味においてはその全体像を把握しきれていないんじゃないかっていう意見は確かにあります。しかしですね、医療の最大の目的っていうのは重症者数を減らし一人でも多くの命を救うことです。その意味で言えばですね、日本の新型コロナ対策っていうのはこの過去数ヶ月間においてそして現在においても成功していたことになります。そうした日本は死者数が他国に比べ圧倒的に少ない、つまり新型コロナ対策においてなぜ日本が成功しているのかという現状分析というものを日本のマスコミはなぜ過去数ヶ月間もしくは過去1ヶ月半の間にもっと冷静な視点から分析し報道しなかったのかと思います。そしてそうした冷静な分析っていうのが必要だったんではないかと思います。この過去約1ヶ月半の間に新型コロナの状況下日本のマスコミが報道していたのはトイレットペーパーのことですとかスーパーの食品棚が空になっていたことですとか日本は PCR 検査数が少ないとした専門家の意見ですとか他国の防疫体制は日本より優れているですとか医療崩壊が日本で起きるなどどれもですね危機を煽るものが多かったと思います。しかしですね、結果から見れば我々日本人はこうした日本のマスコミの報道に動かされず日本政府などから発信されている正しい情報というものを日本人自ら取捨選択し粛々とコロナ対策を各自行い日本の奇跡を達成しました。我々日本においては新型コロナ対策において今後2つのことが求められていると思います。引き続きですね、新型コロナ感染拡大防止ということを日本国民全体でですね行っていくということですね。それが非常に重要であるということですよね。で、2点目は一部日本のマスコミから流れてくるインフォデミックというようなですね、まあ、ある種危機を煽るような報道に惑わされないように我々日本人一人一人が注意し正しい情報をつかむということだと思います。こうした今後も我々日本国民が一体となって新型コロナに打ち勝つため新型コロナの感染拡大防止を行いそして正しい努力をしていくということが求められていると思います。しかし最後になりますが重要なのは我々日本は今回世界から注目されるような日本の奇跡というものを成し遂げているということなんだと思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきましてメンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。